はいどうも、現場今日です。さて今回ですね、ダンベルのみで立体的な胸を作る筋トレ4種目プラスアルファもう1種目、これを紹介していきたいと思います。またこれは自宅でもできる筋トレが多いので、ぜひですね試してみてください。それでは実際にやっていきましょう。はい、まず第1種目目なんですけど、スタンダードなんですけど、ものすごい重要な種目です。ダンベルベンチプレスです。これはですね、やっぱり胸の厚みを形成するのに非常に重要です。まあ、普通にフラットですね。ベンチの角度はもうまっすぐでいいです。まずダンベルの握り方なんですけど、このように生命線に沿って斜めに握るようにすると、ちゃんとこの尺骨、腕の骨の上に乗って手首のこういうね、ひねったりするのを使わずに、ちゃんと胸の筋肉を使いやすくすることができます。そして胸の横にしっかりと下ろして、大胸筋をしっかりとストレッチする、引き伸ばすことも非常に重要だと思います。そして重量設定なんですけど、できればですね、最初の2セットは6回ギリギリ上がる重さを行い、そこから10回ギリギリ上がる重さを3セット、合計5セットほど行うと良いと思います。ももの上にダンベルを乗せて、腰を丸めながら寝て、そして力強く押し上げて、大きく息を吸いながらゆっくりと胸の横に下ろし吐きながら上げていきます。呼吸は止めないように吸って下ろして吐きながら上げていく。内側を絞り込むことで大胸筋の内側まで効かせることができます。まあ、胸から受けに行く感じですね。ダンベルを下ろすというよりも、胸から受けに行くようなイメージで行うとより効果的です。はい、2種目目はですね、ハイインクラインダンベルフライです。だいたいベンチの角度を70度ほどにセットして、この状態でダンベルフライをすることで、より大胸筋上部に特化してこちらを効かせることができます。ではね、実際やっていきましょう。はい、まずですね、この座る筋を少し立てて、そして腿の上にダンベルを置いて、ここから顔の上から小指同士を近づけるような形でダンベルを構えます。そして息を大きく吸いながら、大胸筋を引き伸ばしながら、胸の横にダンベルを下ろし、吐きながら上げていきます。吸いながら下ろし、吐きながら上げていきます。重量を扱うよりも胸のコントロール、筋肉のコントロールを意識して行う方がかなり重要だと僕は考えています。あまりただ深く下ろしすぎると肩関節を痛めてしまう可能性があるので、大胸筋に効いてる範囲で十分です。そしてグリップは小指、薬指を中心に握るようにしてください。パンパンになったな。そして番台編としては、まあ普通にですね、インクラインダンベルフライの高さにしてで寝ていただき、ダンベルはかなり軽いもの、僕は5キロぐらいですねを準備して、ゆっくりですね動作します。ゆっくり動作して、常に負荷を抜かないようにゆっくりスローで動作します。もう大胸筋に常に負荷がかかっている状態、これを10回行うと、もうすでにね、その時点で乳酸などが胸に溜まってパンパンの状態になります。で、10回終わったら1回胸に置いて5秒ほど休憩して、またすぐに動作し始めて、また10回行います。なるべくゆっくりネチネチを効かせて行います。これをね、5セット行うと、ものすごいね、胸がパンパンに張るんですよ。これはね、ぜひね、普通のダンベルフライが終わった後に追い込みとして取り入れていただきたいです。そして3つ目、大胸筋の内側を鍛えるスクイーズプレスです。かなりね、これもね、なかなか鍛えづらい場所を鍛える種目なんで有効だと思います。まずはですね、ダンベル同士を合わせて、そしてこれはね、フラットでもうちょっと立ててもいいです。ちょっと立てると大胸筋上部の方に効いてきます。僕はね、ちょっと今回立ててやっていきましょう。ダンベル同士をしっかりと合わせて、肘をちょっと開いた状態でゆっくり胸の前にダンベルを構え、力強く押し上げ、吸いながらゆっくりと下ろし、力強く上げていきます。しっかりとですね、大胸筋から負荷が抜けない範囲で行いましょう。
これを10から15回胸の筋肉がパンパンになって動作できなくなるくらいまで行っていきます。4種目目ですね。大胸筋を唯一縦に引き伸ばしてくれる。そしてですね、大胸筋の形をきれいに整えてくれるダンベルプルオーバーです。まずやり方としてはですね、まあ、ベンチをこう縦にね、まあ、縦にこう横かな、横に使える。そしてですね、ダンベルをこのようにね、手のひらの上に乗っけます。そして顔の上で構えていただき、そして上側にゆっくりと下ろして、で吐きながら上げていく。息を吸いながら下ろし、下ろすときになおかつお尻も一緒に下ろすと大胸筋がよりストレッチされます。で吐きながら上げていく。吸いながら下ろし、吐きながら上げていきます。まあ、このような形でテンポよく動作していきます。この重量を追うよりもしっかりとストレッチを効かせることを重視して行うとより良いでしょう。だいたいですね、10回かける3から4セットぐらい。僕は最後に5セットやってますね。はい、ラストはですね、大胸筋下部を狙ったプッシュアップです。まずはね、ベンチ台の上に手をつき、そして、まあ、手はね、肩幅よりちょっと広いぐらい。そして手と手の間にこのね、水落ちを近づけていきます。そして上げていく。息を吸いながら下ろし、吐きながら上げていく。そうすることで大胸筋下部の方を中心に効かせることができます。ちょっと反りから下ろすことでより大胸筋下部を強く刺激できます。こうすることでね、さらに立体的な胸を作ることができます。力強く上げる、吸いながら下ろして力強く上げる。上がらなくなってきたら小刻みに下の方で動作するとより限界まで追い込めます。それで動作できなくなるまで、そうするとね、もう胸がねパンパンになるまで追い込むことができるわけですね。こんな感じで、そうするとより大胸筋の立体感が出てかっこいい胸が出来上がります。はい、ということで今回ですね、ダンベルだけでできる、下手すれば自宅でもできるような大胸筋の立体感を作るためのトレーニングプログラムを紹介しました。ぜひですね、参考にしていただければ幸いです。結構ね、胸変わると思いますよ。ということで本日はここまでですね。皆さん噛んだ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイ。じゃあね、いやー、以上です。チャンネル登録をお願いします。いいねもお願いします。他の動画も見てね。バイバイ。バイバイ。